ップジュース、ポップコーン佐藤とジュース鈴木です。今回はアイドル BL。 イエーイ。じゃあまず俺たち生ものです。腰浦つばめ先生ですね、うん、爽やか系お兄さんルイと塩太陽後輩の響は、うん、国民的アイドルになり5周年を迎えようとしていました、うんうん、ある日そんな2人がエゴサで自分たちのカップリング漫画を読んでしまい、禁断の扉を開けてしまう、まあそんなね漫画となっております。はい、いや本当ね、あのオタクたちがあのこうね、そう、まあ、掛け合わせてキャッキャ楽しむサイトをちょっと覗き見しちゃったかたっていう話なんですけど、まあ、そこから始まる2人のエロス、うんうん、たまらんですよ。やってみちゃう、ね、そう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 、俺こんな漫画でこんなのされてるはわってなってて、でもあのこのね後輩の響くんもずっとその先輩のルイくんのことが好きで、うん、でまあ、あわよくばみたいな、うん、まさかねそんなことができるとは思ってないから、そばに入れるだけで、ね、よかったんだけど、もうそんなん見ちゃったらもうパーンよ、ね、チャンス到来、いや、やりたいってなっちゃってまあもう意外とねルイくんもなんか悪くないなみたいな反応だったからやっちゃうっていう、うん、そこからこうね、うん、めくるめくめくるめく日々。自分ねあれが好き、うん、その漫画を読ませるやつ、うんうん、あこの漫画のセリフ言ってごらんっていうやつが結構好き。実際アイドルもこうだったらいいな、実際アイドルもこうだったらいいなアイドルに夢見たオタクがねってなっちゃうわこれは。確かにね、キスミークライング、アリンコ先生の作品です。かつて伝説と呼ばれた韓国系アイドル J と1年限定でユニットデビューをすることになったノア、うんうん、ノアの混乱をよそにマイペースな J と同居生活がスタートする、うん、韓国×日本アイドルの舞台裏、うんうんうん、っていうお話になってますね。なんかその韓国ってやっぱあの兵役とかがあるから、うんうん、なんかその兵役でその元アイドルグループだったところを辞めちゃったんですね、うんうん、J は。その人気の J と全然こう世に出てなかったノア君、うん、人気じゃないね、そうそう、普通になんか売れないタレントとしてやってきたノア君が一緒に組んでこう初めて出てきた時に、え、なんでこの J 君は元のグループじゃなくてこんななんかようわからん日本人の知らんやつやっとんやみたいな感じでこうブーイングとかもあって、うん、まあでもそれを乗り越えていくみたいな話でね、すごい、うんうん、一緒に住むんだよね。そうそうそう、こう、まあ、言葉がわからないながらも、うんうん、ノア君が一生懸命勉強したりするのも、うんうんうん、もうできるし、キュッてくるし、やっぱり韓国の人わかんないイメージだけど、うんうん、こう結構こう甘いセリフをするっていう、そうだね、うんうん、ああいうのがもうはなるよね、うん、確かにこう国境を越えた恋じゃないけど、うんうんうん、国境、うん、アートルか、うん、アートルか、うん、そう、そのねこの国際ラブみたいなのもいいし、うんうんうん、いいよね、アイドルだしみたいな、うんうん、いい、まあ、アイドルかけるアイドルってもうやっぱり美形美形だから、そうだよね、どころでも美味しい、そうなの、ありがてえありがてえ、ありがてえ本当に、もうありがとうありがとうありがとうアイドルアイドル様がリア恋するな、おかか先生の作品です、うん、俳優の風磨はドラマの役作りに悩んでいる、うん、そんな時に役柄にそっくりな人気王子系アイドル奏に出会う、うんうん、で言動を学ぶために勢いで告白したらまさかの OK、うんうん、アイドルと俳優の内緒のリアル恋愛、うん、ということでね、受けの子は本当に役に利用してやろうぐらいの気持ちだったんだよね、うんうん、初めは、うん、軽い気持ちだったのね、だんだんこうこのキラキラアイドルのこう攻めにこうほだされて、うん、そうなんだよね、キラキラとこのお墨っていうギャップにやられて本当に好きになっちゃう、なっちゃうって、ね、しかもこうずっとね役者をやってきてたから、うん、こう恋愛とかがしたことなくて、うん、その恋愛というかこう役もだけど初恋をしたことないふむくんにとってはもうすごいなんか、うん、毎日戸惑っちゃうみたいな、うんうん、一つの言動に戸惑っちゃうみたいな感じでなんかクールなんだよね、うん、すごい真面目でね、そうそうそう、だからそこも可愛いっていうかなんか、うんうん、いいよねやっぱ攻めが好きっていう気持ち、なんかその出来合いしてるっていう感じが伝わってくる本ってやっぱりいい、うん、私は好きだな、やっぱこう愛されてる受けっていうのが、うん、来るよね、なんかグッと攻めが頑張って受けに好かれるために頑張るっていうのも好きだし、うんうんうん、まあ、それに本当にもう転がされる受けっていうのがいい、いいね、うん、アイドルは最高。今回はアイドル特集をやってみました。はい。いやね、もっとね、もっともっとアイドルの本あるんだけど、うん、
厳選頑張ったよね。厳選を頑張ってこうさせていただきました。本当にね、なんか、まあ、ここ数年、うん、結構アイドルものが多くなってるのかなっていうイメージあって、うんうんうん、もうね、あの、もう最高、うん。ありがとう。本当、作者さんには感謝しかない。分かってらっしゃる。分かってらっしゃる。本当に。幸せになります。なります。今日はここら辺で終わろうと思います、はい、あのよかったらね、こんなアイドルありますよとか、うん、いい本があればコメントなどで教えてください。ぜひ。じゃあこの辺で、はい、バイバーイ。バイバーイ。